やった、魔法の毛糸を見つけたよ。魔法の毛糸はキラキラ輝きながら空高く飛んで行き、大陸がつながり、カービィたちは先へ進めるようになりました。ポプブランドの空の上、ここは戦艦ハルバード。メタナイトがプププランドの変化に気づきます。プププランドがケイトの世界に、一体誰がこんなことを。するとどこからともなく不気味な笑い声が。クックックック、ん、何者。突然現れたアミーバーモーレにメタナイトは不意をつかれてしまいました。お前が最後でアミーボ。何もできずに靴下の中へ吸い込まれてしまったメタナイト。これでプププランドは完全にアミーバーモーレの手に落ちてしまいました。クックックック、もう誰にもアミーバーモーレを止めることはできないのでしょうか。Thank you.